今日は沖縄県の読谷村崎見にある中根碑へやってきたよ。運動公園の隅に残っている。中根碑は日清日露太平洋戦争に出征して亡くなっていった地域の人々の国に対する忠義を顕彰、要は称えるために建立された。だから、亡くなった人を弔う慰霊碑とは性質が異なるものなんだ。神社や国民学校に建立されることが多く、この場所もユンタンザ国民学校の跡地だよ。若者は中根碑を通して、戦争に参加して国に尽くすことが大義であると教えられることもあったようだ。軍国主義的教育に利用された面を踏まえて、戦後に GHQ は日本各地にある中根碑を撤去させた。それでも撤去しきれなかった中根碑が今でも残っているんだな。中根碑の記号は陸軍大将の鈴木総六によるものだ。鈴木総六による記号はここだけでなく、他の中根碑や神社の変額にも多く使用されたとのことだ。説明によれば、表面の削れた部分は戦後に何者かにより行われたとのことだ。しかし、大きくえぐれた部分は機銃掃射によりできたものだろうな。台座の一部からは内部の鉄筋が見え隠れしている。切り出した石にコーティングしてあるんだな。かっこ小学生並みの感想。沖縄県には他にも中根碑が残っているよ。宮古島市の下地神社にある中根碑のように崩壊している中根碑もあるけど、人々が目を向けない場所に今でもひっそり残っているんだな。今回訪れた読谷村にはチビチリガマやシムクガマ、飛行機を爆撃から守る掩体壕、高射砲陣地が構築されたザキミ城址があるよ。残波岬やお菓子御殿に訪れるついでに、時間があれば行ってみてほしいべ。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルは主に戦績動画をアップしてるんだぜ。チャンネル登録してくれたら嬉しいんだぜ。他の動画も見てね。